こんにちは、春風ツアーです。オーロラツアー、オーロラハンティングに最適な場所、北欧編、フィンランド気象台から、今日はその2をご紹介いたします。こちらのグラフは、フィンランド気象台からお借りしたものです。このグラフは、1日のうちでオーロラが見られる確率の高さを表しています。赤い線がオーロラが見られる確率です。そして縦のグラフが見られる可能性、パーセンテージを表しています。そしてグラフの下に少し補助線を入れてありますが、大体の時間を記載しています。一番真ん中にある、一番高い位置に近いところに指している線が12時、夜中の12時を指しています。その夜中の12時から前後2時間ずつぐらいの間ですね、夜の10時から夜中の2時ぐらいまでの間がだいたい 60% から 80% の確率でオーロラが見られるというのがこのグラフが言わんとしているところです。フィンランド気象台では国内に4つのカメラを備えています。そのカメラが時間帯によって見られる見られないっていうのをその映し出した映像から判断するわけですので、その平均になりますから、例えばサーリセルカで同じように 80% 見られるとか、ロバニエミで 80% という意味ではなくて、その4つのカメラの平均値ということになります。これは雲も雨もすべて考慮されている数字です。ですので夜がまだ早い時期であったり、それから夜が更けて2時3時になっていきますと、どんどん見られる可能性というのが下がっていくというのがこのグラフでお分かりになると思います。フィンランド気象台は雲や雨の状態が良ければ、もしくはそのようなものがなければ、ほぼ 80% の確率でオーロラは見られるというふうにホームページの中で説明しています。今回はオーロラツアーハンティングに最適な場所、フィンランド気象台からその2、時間の経過とオーロラの可視可能性、可視率につきましてご説明いたしました。ありがとうございました。